皆さんこんにちは、ベリーダンサーのタズコと山崎です。本日5回目、5週目だって。すごいね、続いてるね。よし、じゃあ今日のリズム早速行ってみたいと思います。いかがだったでしょうか。解説してもらおうかな。はい、まずこのパターンは8小節あるんですけど、前半4小節と後半4小節があって、まあ基本のリズムは変わらないんですけど、基本はこういうリズムです。で、前半はこのリズムが4回で、後半はこの基本のリズムの最後にが1個足されてます。で、後半のリズムはこんな感じで、この最後のパトンっていうのがついて、それが4回繰り返されると、このルンが2回もう連続するリズムに聞こえる。そう、聞こえるだけで、8で数えた時の裏に最後のルンが入ってて、でドア玉の1がルンなのでドゥドゥンって聞こえるんだけど、お尻と頭でドゥドゥン、頭にドゥドゥンじゃないのだけはしっかり覚えといてください。覚えるっていうか理解して踊ってみてください。で、多分すごい取るの難しいんですよ、いきなり。なので、早いので、私は、テクニックとしてね、1回目はスルーするっていうことをしてます。4回やって4回やるでしょ。パターン1の時も4回目の1回目は聞くだけで、聞いて2回目3回目4回目を踊る。で、次のやつもそんな感じで、1回目はスルーして2回目3回目4回目を踊るっていう形にしてます。で、今早いっていうキーワードをフェローニさんから出てきたと思うんですけど、早いんですよ。だから疾走感をしっかり出していきたいなと思ってて、結構こうアクセント的にドドンドドンじゃないね、ドゥンっていうやつを結構オーバー気味にやってます。で、ちょっとここね狭いから、あんまり前にカメラのアングル的な問題もあって前に行けないんだけど、実際ステージで踊るときはドゥンでアクセント取ったら前にちょっと走り気味で行って、またドゥンっていうやつを取ってます。で、2回目 の, パターンの時にドゥドゥンっていう落とすヒップドロップを入れてるんですけど、その時もしっかりもう落としきる、膝を曲げるぐらいの勢いで激しめにスピード感が出るような落とし方をするように心がけて踊ってます。なかなかに難しいリズムですが、叩いてる人はどんな気持ちで叩いてるんですか？でもテンポも速いし、リズムも気持ちいいんで、すごい楽しい。そうね、叩いてる人は楽しいらしいよ。踊ってる方は難しいんだけど。でもなんか16で感じて叩いてるって話をさっきしてくれたんですけど、このリズムパターンの時は
16で感じながら叩いてる。だから多分今8でカウントした時の裏っていう言い方したけど、ペロリさん的には16で叩いてるから裏とか表とかじゃないんだよね。16分音符の16個目そう、面白いよね。この何だろう、拍の取り方で多分この疾走感っていうのはだいぶ変わってくるので、16で感じながら踊るパターンと、ただこのドゥンっていう音を取って踊るパターン、8で数えて、多分違いがすごい出てくると思うので、ちょっと自分の中で16で数えた時の踊り方と、ただドゥンだけを取って踊る時の踊り方の差っていうのを楽しんでみてもいいんじゃないかなと思います。例に習ってダウンロードできるようにしときますので、ちょっと聞いて遊んでみてください。そんな感じですかね、はい、今日は、はい、というわけで今日はこの辺で、チャオチャオ。